南口黒井駅は、新潟県上越市にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道新越本線の駅である。JR 東日本の駅は、首木区、西福島に、JR 貨物の駅は大技黒井に所在する。当駅は、上越市首木区に位置する。西方駅、直越駅間を直通運転する北越急行北北線の一部、列車も停車する。 現在の南口側には、久引鉄道線の起点駅であるシンクロイ駅が設けられていた。久引自動車の前身にあたる久引鉄道は1913年4月6日に設立され、後の久引村と裏河原村となる中久引郡北部の村村を東西に横断する、京弁鉄道の久引鉄道線は1914年10月1日に開業した。駅舎は、 インターナショナル石油、直越製油所の外国人宿舎として使われていた、通称、偉人屋敷のうち一棟を移築したもので、新越本線に面する北側に建てられた、木造2階建ての技用風建築の駅舎南側に、単式ホーム一面一線と側線などが設けられ、国鉄線ホームとの間は、構内踏切で連絡していた。1968年10月1日に、 シンクロイ駅百軒町駅間が部分配線された後、駅舎はタクシー待機場や同社の石材事業の工場などとしての運用を経て、老朽化等のため撤去された。首輝自動車では、駅舎跡が同社の創業地に当たることなどから、首輝鉄道線の史実を伝えるため、創業80周年事業の一環として1993年10月に、 シンクロ駅跡を示す石碑を建立した。駅舎跡は、その後、一部が道路や駐車場などに転用された以外は、長らく未整備のままとなっていたが、後日の駅周辺整備事業に伴って、上越市が用地を取得し、石碑は、南口駅前広場のかつて駅舎が所在していた地点に移設された。なお駅舎跡の敷地のうち、南口駅前広場となった。 私有地を除く大部分は現在も首木自動車が所有し、同社グループのマルケイ不動産が管理している。黒井駅周辺地区は新越本線が南北を分断しており、特に駅西側の西福島踏切では朝と夕方の通勤通学時間帯1時間あたりの遮断時間が15分前後に、及び周辺道路は 道幅が境愛な上に自転車歩行者道の整備も進捗していない。また北西側に設けられていた旧駅舎は駅前広場や駐輪場などの整備が進んでおらず、特に首木区方面など駅東側からの利便性の確保が大きな課題となっていた。上越市に編入合併する前の旧首木村では第四次総合計画の公共交通主要施策の一つとして 黒井駅周辺の整備と南口の新設を、根幹事業に位置づけていた。これを受けて合併後の上越市でも、合併建設計画の一つに、黒井駅周辺整備を盛り込み、2005年度から、計画の策定に着手した。そして、駅周辺整備事業は2010年度から事業を開始し、同年6月1日に着工した。旧駅舎南西側に自由通路を新設し、 全景のシンクロイン駅跡には新たに南口が整備された。現在の駅舎と自由通路は2012年3月に竣工して供用が開始され、ホームの直江津寄りには待合室が新設された。北北線は1997年3月22日に全線が開業し、同時に西型駅、直江津駅間で 直通運転が開始されたが、両駅中間の黒い駅は普通列車、快速列車とも、開業以来、すべて通過していた。上越市では、企業立地が多い黒い駅周辺への通勤利便性確保などを目的に、北越急行と JR 東日本新潟支社に対し、北北線列車の停車を要望してきた。その後北越急行が JR 新潟支社と協議した結果、 2015年3月14日のダイヤ改正から北北線の一部列車を黒井駅に停車させる方針が決定し、2014年12月19日付の北北線ダイヤ改正概要の中で発表した。停車するのは下りが昼の1本、上りが朝の2本で停車初日となった同日の下り普通列車発着時には歓迎セレモニーが行われた。 島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。ホームに面する上下本線のみ JR 東日本の管轄で北側にある線路はすべて JR 貨物の管轄となっている。無人駅で長岡駅が管理する。北陸新幹線金沢延伸までは直江津駅が管理していた。直江津駅が前日の北陸新幹線。 金沢延伸開業に伴う在来線、経営分離により、越後ときめき鉄道の管轄になったため、日本海沿岸の JR 東日本管轄の在来線の駅では最も西に位置する駅となった。駅舎内の設備は自由通路上の改札口横に、簡易型のボタン式自動券売機、お知らせ印が設置されており、自由通路とホームには連絡階段で連絡している。 ホーム上には屋内待合室が設置されている。自由通路は所在地である上越市が管理しており、延長52.5メートル、福音3メートルを有する。JR 貨物は旅客ホームの西側にある着発線を呼び、側線、駅構内北側にあるコンテナ2役線などを管理している。貨物列車の着発線は3本。 下り本線に隣接するものから順により1番線、下り2番線、下り3番線である。下り3番線の西側にも仕分け線が仕分け1番線から仕分け8番線まで合計8本ある。コンテナホームは2面で着発線、仕分け線の北側にある。二役線は2線で着発線、仕分け線につながる引き上げ線に接続している。 2000年春頃までは、港内南側にある、上り引上げ線から、駅西側にある、新越化学工業、直越工場へ向かう専用線があり、タンク車による、化学薬品輸送が行われていた。この専用線が、最後まで使用されていた、専用線で、1980年代にはこの他にも、日本ステンレスの専用線、日本海水加工の専用線、 新潟県営の公共輪行線が存在した。当駅はコンテナ貨物の取扱駅であり、12フィート20、フィート30フィートの JR 規格鉄道コンテナと、20フィート40フィートの ISO 規格会場コンテナを取り扱っている。取扱品は、発送貨物では、工業薬品、鉱石、金属製品、米が主なもの。直越津や、 周辺の大規模工場の貨物を主に取り扱う。また産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取り扱い許可を得ており、それらが入ったコンテナの取り扱いも可能である。2007年3月18日のダイヤ改正までは、シャーツ海貨物の取り扱い駅でもあった。シャーツ海貨物として1990年代まで、直越港で陸揚げされ、大見駅へ輸送される。 工場用輸入石炭を取り扱っていた。2015年3月14日、改正現在、停車列車は高速貨物列車のみである。発着する列車の本数は、南長岡駅方面へ向かう、下り列車が1日3本、当駅終着の上り列車が1日1本である。富山貨物駅方面へ向かう列車の停車設定はない。 専用貨物列車も発着していたが、2008年3月15日のダイヤ改正で全て廃止された。貨物入れ替え駅として、直江通運行区に東新潟機関区所属ので自由が配置され、長らく駅構内で入れ替え作業に従事していたが、2014年3月のダイヤ改正で貨物駅構内にも河川が張られ、電気機関車の入線が可能となったため、 で、銃による入れ替え作業は廃止された。JR 東日本の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。新潟県統計年間によると、近年の貨物輸送の推移は以下の通りである。なお、発送貨物の単位は、1993年度から1998年度は、トン、1999年度以降は1トンである。駅周辺は一部が、 住宅地となっているが、大部分が、直越津港の工業集積地となっている。上越市が地域公共交通の活性化を目的に事業を実施している、首木区地域巡回バスの黒井駅線が、南口から発着している。首木自動車グループの首北観光バスが、運行業務を受託しており、区総合事務所などの公共施設が所在する百軒町を、起点に巡回する路線で、 平日のナホンが運行されている。また、このほか、直越とクビキを結ぶ南川線が近くを通る。注車区出展旅客貨物。ありがとうございます。